はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。今日はですね、なんと河合の流用工場に来ております。すごいですよ。ここにはですね、河合で最初に作った第1号のグランドピアノがあります。こちらです。見てください。すごいですね。古いですね。古い、まあ当然古いんですが、この象牙のね、鍵盤も一番なくなってますけどね、象牙が。このピアノなかなか見ることはないと思いますよ。もうもし売りに出たらうち一番に買いますけどね、絶対手放さないと思いますが、このピアノ音を聞いてください。調律はしてないそうですけどね、一個だけ聞いてください。おお、これがね、ユニゾンがずれてるって言うんですけどもね、この音ちょっと和音で聞いてみます。おお、すごいですね。これは耳悪くなりますね。絶対音感のある方申し訳ないですが、でもだからいいんですね。これだけまあね、値打ちのあるものがちゃんと保管されてるっていうのは嬉しいですよね。もうぜひね、これを復活してコンサートで聴いてみたいと思いませんかね。いつかしてくれると思いますが、まあここに展示されてるこの第1号ですね、まあめったに見ることないと思います。工場見学に来た方はね、見ることができますけど、なかなか来れないのでね、このビデオで確認してくださいね。ちょっとこう舐めるように映してもらえますか。実はね、お客さんに撮ってもらってるんです。はい、どうぞ。どうですか、カメラマンになった気分は。あ、素晴らしいですね。素晴らしい。声が入りました。すごいですね。 K 河合ってね、これ河合小一っていうね、初代のウルトラマンじゃないですよ、初代の、この遭遇者の人の K が入ってるんですね。すごいですね。ちょっと後ろの方もいいですか。はい、やっぱりフルコンはでっかいですね。これだけ巨大なピアノが、やっぱりね、最初に作ったピアノっていうのはすごいですよね。でこういうところも彫り物ね、彫ってある、多分ね手作業で彫ってあると思いますが、いかがでしょうか。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。